カルト。カルトは、悪しき集団であることを明確にするために用いられる、通俗用語である。良い意味ではなく、反社会的な団体を指す、世俗的な異常命体イメージが、ほぼ定着し、犯罪行為をするような反社会的な集団を指して、使用される。元来は、儀礼、祭祀の意味を表す、否定的、批判的なニュアンスを持たない、宗教用語であった。 ヨーロッパでは、一般的な宗教から派生した団体を、セクトと呼び、時に、道義として扱われることもある。少数の熱烈な信奉者を指す用法、カルト・ムービーなどの肯定的な意味は、サブカルチャーでの妖例の節を参照。崇拝、礼拝を意味する、ラテン語から派生した言葉である。フランス語、は、宗教の終止別を意味する。カトリック教会などによる、 成人数形、19世紀末に、メラネシア各地で起こった、カーゴカルト、といった用もあるが、否定的、批判的なニュアンスは存在しない。マックス・ベイバー、ドイツ社会学者、エルンスト・トレルチ、ドイツのプロテスタント神学者は、ザ・ソーシャル・ティーチング・オブ・ザ・クリスチャン・チャーチスにおいて、チャーチイコールセクトルイ・チャーチ・ゼクテ・タイパラジーを提示し、 カルト、ドイツ語でセクトを次のように提唱した。渦も参照、カルトとは宗教団体の初期形態を指すとし、この段階では周辺からの迫害に遭うが市民権を得るに従ってその迫害は減り、次第に正式な社会集団として認められるようにな。よってまだ市民権を得ていない宗教団体を指す語であるとした。アメリカ合衆国においては、 1920年頃より、アメリカ発祥のクリスチャンサイエンスといった主要な宗教伝統に属さない、いわゆる新宗教を指して、宗教社会学として、秘怯的な教え、カリスマ的指導者への熱烈な崇拝、緩やかな信徒集団を持つ教団を示す概念として、カルトが用いられるようになった。1930年代には、 保守的なキリスト教聖職者が異端とみなしたキリスト教系団体を指して使用を始める。1960年代にはヒッピーらが系統した東洋系統のキリスト教以外の宗教を指し用いられるようになる。1970年代の宗教学者らは意図的に宗教集団の類型として使用した。アメリカ社会学者は1950年に チャーチイコールセクト類型を見直し、ヒキリスト教的なスタイルを持つ、新宗教を新たな類型として、セクトに含め、これをカルトと主張した。また、心霊術、先制術などの信者集団であり、小規模かつ緩やかな組織構成という特徴を持つと、した。アメリカ社会学者とアメリカ社会学者は、カルトとは、個人主義的防賀経験や、 精神的身体的な癒しを求める人々による緩やかな結合であり、既存の宗教伝統から逸脱する教えを持ち、それゆえに周辺社会から不信視されるとした。アメリカ宗教社会学者とは、セクトを信仰の再確立を目指して母教会から分離した集団とし、カルトを既存の伝統から逸脱する新しい教えのもとに形成される集団とした。また、 カルトの組織型制度によって以下の三つの改類形を設定した。アメリカ宗教社会学者は1971年に教団のライフサイクル論においてカルトもしくはセクトに該当する新団体の発祥から解体までのライフサイクルは以下の五段階を経ると提唱した。1978年、米国からガイアナに移動した人民人信者の900人に及ぶ 集団自殺は、米国で社会問題化し、マスメディアが社会的に危険とみなされる、宗教団体を指して報道で用いるようになる。これを機に1979年、連邦議会や州による公聴会が開催された。同年には、国際カルト研究会、アイクサ、Q、アフが設立された。1970年代後半から1980年代に、 かけて、アメリカを中心に議論が尽くされた結果、宗教社会学的な教団類型というよりも、信者の脱会、脱会を支援する、弁護士、ケースワーカー、元信者、信者の族からなる、アンチカルト集団によって、ターゲットとされた集団への創造的別称であり、特定集団に、レッテル割りとして用いられる傾向があるという結論が得られている。宗教学者が、 この語を宗教社会学等の学問を根拠とする教団の分類としては用いることはない。マイクル・シャーマー、サイエンスライターは実著で以下の特徴を主張している。反カルト人営の統一見解としては1985年にまとめられたという文書がある。また、アメリカの宗教団体の脱会者が絶対的服従やマインドコントロール、犯罪行為を行う。 反社会的な集団を指して、破壊的カルトと呼び始める。ベレンを中心に、アマゾン地方に分布する、バイアを中心に分布するカンドンブレ、サンパウロなど全国に広まっているウンバンダなどの、アフリカ系の宗教は、総じて、アフロブラジリアンカルトと呼ばれている。アフロブラジリアンカルトは16世紀以来、アフリカから労働力として導入された奴隷によって、 持ち込まれた伝統的宗教とローマカトックが融合した宗教であり、先住民インディオのシャーマニズムの影響も見られる。アフロブラジリアンカルトでのカルトとは流派という意味合いで使われる。セクトとカルトとは時に同義として扱われる。また、フランスでは反セクト法と通称される法律が制定されているが、ここで対象となる団体は、 フランス政府の規定による社会との圧力を生む傾向のある団体であり、宗教団体であるか否かは考慮されていない。中国語では邪教と呼ばれるが、日本でいう邪教とは異なる概念である。中国当局によって邪教に指定されている集団がある。日本の宗教団体は、反日政策を行っていた韓国政府からカルトを意味する。 和食宗教と認定され布教や活動が禁止されていたが、1998年、近代中の日本文化受け入れ解禁によって、宗教団体も和食教認定が解除され、韓国国内で日本の宗教が布教できるようになった。日本においては、1990年頃より、統一教会信者の脱会、脱会を目的とした弁護士らからなる反、 カルト集団により用いられて、マスコミにより広められた。1995年のオウム心理教事件以後、マスメディアで犯罪行為を犯すような反社会的な集団を指して、用い社会的に認知された。1995から1996年に、マスコミがオウム心理教事件を連日報道する際に、この語を用いたセンセーショナルな記事や単行本が、 相次いで出版され、修行に違法薬物を使用する、毒ガスによる無差別大量殺人を計画し実施する、大量の武器を所有制作するといった犯罪行為を課すような反社会的な宗教集団を指す用語として急速に広まった。オウム真理教事件以後は、反社会的行為を行う詐欺的暴力的な宗教団体等の集団を呼んだことで、まっとうではない。 反社会的な行動を取る自己利益追求の宗教集団というイメージが定着している。よって、現代では、個人や社会に対して破壊的な行為をする集団を指す通俗用語となっている。日本では、国家機関によるカルトの集団についての定義は一切存在しないが、裁判の判決理由において、オウム真理教を指して使用した例が確認できる。 現代の日本の宗教政策としては、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律を適用した処分により、旧王無心理教が長期的に立ち入り検査を受けている。2015年3月の時点において、19都道府県下延べ608カ所、実数131カ所への検査の実施が公表され、朝原の写真や朝原、 上有の説法教材の多数の保管が確認されている。最近では、カルトやカルト教団の語が、新宗教全般に対する別称のように使用されることも多い。現在、この言葉は、宗教問題を指すとは限らず、宗教学者や新学者以外にも、臨床心理学、社会心理学、社会学等の観点により、反社会的な集団への入信から、 教家家庭における多様な理論的な定義家の試みがされ、カルト論争と呼ばれる。カルト論争は、各学問の前提条件やモデルが異なるという事情もあり、現在でも結論は得られていない。統一教会は、信者が脱退目的で拉致、監禁されることが相次いでおり、人権侵害であると抗議している。反カルト側の問題として、 親族による、拉致監禁により強制的な脱会カウンセリング受け、拉致監禁を契機として、統一協会を脱会する、強制説得を行う際に、人権侵害が発生したという告発、ディプロプログラミングの弊害、統一協会脱会時に PSTD を発症、信教の自由への迫害、統一協会への信仰を理由とする侮辱、パワハラ、赤ハラで訴訟となり、 シント側が勝訴した事例も複数存在している。オウム真理教皇系組織アレフから分派した光の和は、アレフは朝原崇拝のカルトであるが、光の和はそれとは異なると主張し、両団体を区別するよう主張している。エホバの承認は人間の指導者を崇め、偶像視することが今日のカルト教団の大きな特徴を成していますと定義し、 エホバの証人の間に、それが見られないのは、このように、聖書の教えに固く突き従っているからに、他なりません。エホバの証人は、装飾者と平ら信徒を区別する、考えを退けます。としている。少数の熱烈な信奉者を持つ映画や文学、音楽などの作品について、カルトという言葉が用いられることがしばしばある。カルト映画や、 カルトミュージックなどがその例である。特定分野のマニアックな内容を説問にしたクイズ番組カルト級やうっちゃんなんちゃん主演の映画作品七人のオタクなどがある。5おさむき